優勝おめでとうございます。今大会火の国の大会の振り返りをお願いします。初戦まず決勝で戦ったチームと予選リーグで1対5で負けていたので、決勝で、まあ、勝ってよかったと思います。この次、佐賀東高校として、選手権に挑むと思います。意気込みをお願いします。まず自分がトップチームに選ばれて選手権の舞台で活躍できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。